We have these two ball. I'm not really too much of an emotional person per se, but when I was watching the video, I actually started crying. Today was the best I felt about video games in general since I don't know, I was like a little kid. So that's basically what it felt like. Thank you. そうですか。ただね、やっぱファミコンになってくると値段がすごいことになる。やっぱ僕だからファンのイベントとかで、今でももうカプコンやめて3年近くなるんですけど、やっぱイベントしてサイン会、別のゲームのサイン会するとみんな持ってきてサインしてくださいって言ってみんなロックマン持ってきますよね。だからアメリカだとメガマンね、うちもずっとあるんですけど、なんかうちの奥さんが友達が貸してほしい、友達の子供が貸してほしいって言ったら貸したらボロボロにされてるすごい怒っててすごいリアルに自分たちが作ったものなのにみたいな、ボロボロになってる箱がボロボロ。ゲームのクリエイティブをやった、やっぱり作ってる側はクリエイティブをやって自分が作ったんだっていう認識は持ってるんですけど、やっぱりユーザーもそうですね。ユーザーも稲尾が作ったんだってこう言ってくれます。でも実際にはそこに何の権利もないっていうのが、今やっぱりゲーム会社に入って作っちゃうとそういう風になっちゃうじゃないですか。で過去のやっぱり自分の代表作もたくさんこう数えられて、でも全てに権利を持ってないんで、今も言われますよね。だから過去に作った作品をぜひ今も作ってくださいっていうことをこうファンから言われるけど、ごめんなさい僕には権利がないです言わざるを得ない。でそれってファンの期待に応えられない歯がゆさみたいなところがすごく自分の中にある。そういう意味では自分でもし IP が持てればファンの期待にいつでも応えられるっていう、もういらないよって言われたらそれは出さなくていいし、ぜひ続編作ってほしいんだって言われた時には作れるし、それを広げていくこともできるし、そういう意味ではやっぱりファンのためにもクリエイターが IP 持つっていう、なんかこうチャンスっていうか、そういう流れが欲しいなって。キックスターターはそれが作れるっていうことなんで、すごく自分としては夢がある種叶う部分で、ファンも夢が叶うんじゃないかな。 I was I think 14 or 15 I went with my father on a trip to San DiegoAnd we looked all over the place because I knew Mega Man 2 was going to be out. And I'd seen all the photos and it just looked so amazing. And we found it. And they had one copy left. And as a kid, you know, gaming isn't what it is today. It was not mass market. So when they had this one game left. But we get home, ran inside, played Airman, died 500 times. Could never have been happier. So he gave me that memory. It's a memory I'll never forget. So as an agent, one of the things that I had seen was the success of Kickstarter, and I really liked what it represented. And I was like, you know, Japan really needs to try and do this. So when we came to Inafune-san, we said, you know, you really need to look at Kickstarter. This totally fits what your company's mantra is, what you can do. Please consider it. Inafune-san said, sure, this looks great. We should do this. 皆さんの力が必要です。ぜひ一緒に作りましょう。Perfect. All right. キックスターターでじゃあね、パブリッシャーが今出している金額と同等の金額を集めれることができれば、どんなゲームを作れていくわけじゃないですか。しかもファンのために、そこはもしそれが実現なんかしてしまえば、パブリッシャーの意味っていう、会社都合っていう意味はもう全くないっていう、そうなってきた時にやっぱりパブリッシャーは考えざるを得ないですね。やっぱりファンに向けざるを得ない、ファンが望む作品を作らざるを得ないっていう、そこまで持っていけると業界が変わるんじゃないかな。
というふうに思います。キックスターターでどんな目標を設定しているか、それから、まあ、あのパックスなどでの発表の、計画とかを資料にまとめているところです。まだまだね、稲船に対してのこのチームに対しての期待がその大きなバジェットにつながるわけで、その期待が低ければ小さなバジェットになるしっていう、それを自分が受け入れて作っていけるっていうのはある意味ちょっと魔像的かもしれないですけど楽しみですで、あのあでもないこうでもないっていうのを今始めてる最中で、でやっぱり昔やれなかったこととかね、やっぱりハードの限界でやれなかったことで、やっぱり自分たちが若かったっていう若さゆえにやれなかったことっていうのがあるんで、それを今回はやれるんじゃないかなっていう、昔のゲーム作りに縛られすぎない、結局、やっぱり20年以上前のゲームっていうのはやっぱり20年以上前の価値しかないと僕は思ってるんですね。でそれはレトロゲームだからいいっていう部分があるんであって、そこに縛られすぎると必ず失敗すると思ってるんですよ。だからといってそのレトロゲームの良さをちゃんと理解せずに今風にゲームを改良してもそれも面白くないと思うんですよ。だから今の良さと昔の良さをどうミックスしてそこにユーザーに新しい遊びとして提供できるかっていうことは大きなチャレンジだと思ってる。でスタッフも同じ気持ちで集まってくれて、で過去に一緒にやった人たちが一堂に集まってくれて、やっぱり一緒にやろうって言った時にすごいみんな同じような思いで、あ俺やってみたいっていうことがあったんで、 So we have so many people who has experience in Mega Man, so we have kind of have a rather bigger team. Of course we have Inafune、who is in the original Mega Man team, and we also have another person called、Tomita. If you go to、Mega Man 1 credit, you'll find him as Tom Pong. ロックマンシリーズ、最初のファミコンのシリーズですよね。ロックマンの1作目、はい、からロックマン2、はい、ロックマン5、はい、ロックマン6、はい、リトルニモ、あ、はいはいはい、とダークウィングダックというタイトルを作りました。はいはい、あの稲船さんはどんな流れで知り合ったんですか？同期入社です。同期入社、同じ日にカプコンに入社してます。昔の作り方の方が面白いとは思うんですけれども、今は、表現するのに制限がないじゃないですか、はい、なんで好きなだけ書き込めるんですけど、昔は制限があったので、その制限の中でじゃあその制限に甘えてこれだけしか制限がないからこれまでしかできないようではなくて、その制限を超えてるんじゃないかと思わせる絵を作り込むっていうのがやっぱり昔楽しかったですね。だから多分昔の方が作ってる側は楽しかったかもしれないです。なるほどね。その工夫っていうのは今そんなにしなくていいような感じにはなっちゃってるんですけど、その精神は忘れずに、はい、いかに工夫して面白く見せるかっていうのは入れていきたいですね。And we have people from Mega Man、X series、different series all come together. ちょっとあのカッターナイフっぽさがありすぎて、ちょっとダメです。ちょっとやりすぎやな。カッターナイフっぽくある必要はないんじゃないかな。もっとあの鋭いこうナイフであっていいと思うんだけどね。そういうみんながしてるゲームのスタイルをどうやってリフレッシュできますか、みんなの気持ちを裏切らずに。難しいですね。ファンの思い描いているものを作るより、まず最初に稲船が納得できるものを作りたいなっていう、直接今デザインできないんで、なるべく
話を聞いて、稲船なら今の稲船ならこうするんじゃないかっていうのをちゃんとデザイン代わりにデザインできて、稲船の方がちゃんと自信を持ってこれでいいって、俺がやったって言えるような感じになればいいなというのが、ここにあだいぶだいぶ進んでるね、いい感じで、まあ、あのいい癖が興味の場合はあるんでだいぶこれも良くなったんじゃない、それっぽいシンプルさがありつつね、その武器のイメージも出てるかな。 We're getting the band back together and like how cool that is, these people that worked on these old games that we all know and all loved growing up, that was a huge thing, like these people are out there andthey were all excited to come on board too, which is also super cool. So like, now I feel like that part of it is just like, whenever I get game stuff in, it's just, that's like the thing to least worry about. It's like, okay, these guys totally got it covered. Level design, boom, covered. Music, boom, covered. の松前まなみです、カプコンで、4年間作曲をしました。で、代表作はロクマ、 US ネイビー、エリア88、いろいろ結構あります。でその後、フリーになりました。でもう作曲は今25年ぐらいしています。今回その、このお話をいただいたのは、ロックマン2の作曲者である立石くんから、こういうプロジェクトがあって、参加してほしいっていう風なオファーがあるよというお話をいただいたので、参加させていただくことになりました。私だからカプコンに行った時に教えていただいた先輩が、とりあえずゲームは覚えやすいメロディーを作らないと忘れ、みんなでこうゲームをしてる人に忘れられちゃうから、だから覚えやすいメロディーを作るように心がけなさいって一度言われたことがあったんですよ。それがもうずっと延々25年間続いて、ゲームを作る時には覚えやすいメロディーを作らなきゃいけないなっていうのがもうトラウマのようになってて、だからそういうメロディーをこれからも多分作り続けると思います。ずっと私が一貫して思ってることは、ゲームを盛り上げれる音楽を作りたいな、それぞれそのゲームに合った音楽っていうんですかを作りたいなと思っています。だけでやってるわけじゃないですよ。当時やってたメンバーともやりますし、やっぱり若いメンバー、要はゲームのユーザーだったっていうメンバーともやるわけですよね。だからすごいその思いっていうのが違う角度からこう入ってくるんですけど、でもそこに対しての思い入れっていうのは一つなんですよ。部分でのこうミックスっていうのがすごい僕らにも刺激になるし、やっぱりしっかりと昔の良さを教えてあげれるっていう、教育にもなるっていう。タッチを決めてないから、あれはああなってるだけで、例えばタッチをこういうタッチに決めましょうって言ったらベックもそれに合わせていけば、なるだけのこと、だからベック決定じゃないからね、あれは今ロックマンのイメージをちゃんと持っていきながらやってるところで、まだそれが残ってるからってけど、タッチが決まってないんで、で広角と刀身も、あこの刀身っていいよねとか、この刀身じゃやっぱり、それを刀身もすごい重要なところに
なってくる。結局あのロックマンじゃないよと言って作ったところで、結局それを本当にそのままロックマンと比べられるものだと思うんですけど、今回っていうのはコンセプトをまあロックマンと同じにしつつも、結局あのリブートとかリファインとかそういうものではなくて、それをそのブレイクスルーした先にある稲船さんが今の稲船さんだから考えられる横スクロールアクションのあり方っていうのを提示できるんじゃないかで、あのもちろんロックマン自身は小学生の頃からやっていますね。やっぱり僕が小中学生の頃っていうのがファミコン、スーパーファミコン、プレステ、セガサターンとそういうゲームがどんどん発展していった中ですので、そういった中で稲船さんの作品を遊んでのどんどんと、まあ、当然それ以外にもいっぱい遊びましたけども、そう、遊ぶ中でのゲームのクリエイターになりたいなっていう思いが強くなっていて、なので本当に昔に戻ってちゃんとボタンを押してるだけで気持ちいいだったり、ちょっとショット打って雑魚敵倒してるだけで気持ちいいっていうあの感覚をもう一度だったり、あるいは新しい世代の方に味わってもらえたらすごくいいなと思います。同窓会的な部分もちょっとありますし、その部分もやっぱりあの時こうだったよねみたいな、でなんかなまっちゃってるよねとか、全然なまってないねみたいな、すごい今でもいけんじゃんっていうのとか、ちょっとこう腕なまっちゃってんじゃないのって、頑張らないとねとかいう部分があったりとか、すごいいろいろあって面白いですよね。 It was hard to get anyone to join this whole project because there's so much risk happening, but you know, Inafune, he is never afraid to take any risk, so when he's confident enough to join the project, he can just, I don't like to use the word persuade, but he can ask people to, you know, come join him. And that's what happened to Indie Creates. One talk with Inafune, they're on board. あのまさにあのコンセプトさんは名前の通り、ゲームのコンセプトをされています。もちろんアートコンセプトもされておりますし、ゲームのコンセプトも全てやられております。弊社は今回はデベロップメントという形で、長年あの稲船さんとはですねお仕事をさせていただいていますから、まあ、その今までの経験ノウハウの上で、稲船さんの、まあ、表現したい、コンセプトに沿った作品をですね、きっちり作り上げて、またあの最初の方にインティさんからいろいろとアイデアとして、インティがアイデアとして出してたんですね。そうです。なるほど、はい、まあ、こんな変形がいいだろうとか、うん、はのボスでこんな能力を持たせたいんで、じゃあ実際の攻撃方法はどうだとか、うん、ボスの性格はどうだっていうのをあのどんどんと考えていっているところです。そうだな、まだあのなんていうのかな、みんなの頭が一致してないよね、はい、言うとゲームのみんなのマイティってこういうもんだっていうところが一致してないんで、それをやっぱ一致させないとなかなかこういいデザインも上がってこないし、いい形になっていかないかなって、まあ俺の中ではこう固まってるけど、それがなかなかみんなに伝わっていかないってところはね、今のあのちょっと苦しいところではあるけど、そうですね、まあ、できたらもう情報もどんどん全員で共有して発信していって、で、まあ、固めていけるといいなと思ってます、ね、そうやね、まあ、モチベーションが高いんでね、はい、みんなあのそうやる気出してるんで、どんどんこういいアイデアを取り入れていけるんちゃうかなっていうふうには思う、まあ、楽しみ、はい、ね、頑張っております。はい、稲船さんはですね優しいですね、優しすぎると思います。はい、どういう意味合いでの優しすぎる。そうですね、クリエイターのことを非常によく考えていただいていて、クリエイターが、まあ、クリエイター本位というかですね、クリエイターがやりたいことを、まあ、やらせていただける、そういった環境を作ろうとする努力を全く惜しまない方だというふうに思います。そういった意味では非常に優しい方だと思います。ただしやはりクオリティに関してはですね、非常に厳しい面も持っていらっしゃいますので、そこに関しては、まあ、妥協しず稲船さんの、求めるクオリティに向かって作業することが重要です。そうで、あの全体のスピードを速くしていただく、してほしいっていう形だったので、まあ、あの尺の方を2分の1にしてですね、はい、まあ、あのここのブロックのところ、まあ、グループごとにその順につながっててほしいっていう。Japanese are craftsmen.
for better or for worse, or just the detailed touch-ups on every single frame of animation, whatever. So what I think that lends itself to. One of the reasons you see some of the best fighting games ever in the world come from Japan is because that level of detail where one frame fits where another frame, and they just, you know, scrutinize it. And so a 2D side-scrolling action game like this, the animation and how the different characters will relate to one another, that's going to be something that's going to be some really great smooth gameplay that I think Japanese developers are going to excel in. あとはどこまでこう独特なテクスチャというか感テイストを出せるか、はい、かなとは思ってます、まあ、そこはちょっと今すごい悩んでるところです。 あんまり答えが見えてないってことです。やっぱりこのなんだろう、ゲーム作る上でたった一人のアイデアだけですごいものができるんじゃなくて、やっぱりいろんなこう人たちが関わっていって、すごい化学反応で思いもらなかったような進化をしたりとか、すごい完成度にたどり着いたりとか、それこそお客さんを巻き込んでいろんな意見だったりとかというのが入っていって出来上がったものっていうのは、まあ自分たちが思ってたよりもすごいコンテンツになったりとかっていう、まあ、成長が見れたりとかっていうところがやっぱり素晴らしいなと思ってますね。そうですね、それはクリエイターにとっては非常に怖いことですよね。なので普通は作ってる最中のクオリティの低いものは見せません。これが普通のやり方です。ただ今回はやはり皆さんから出資を出していただいてやるものなので見ていただくのは当然だというふうに思っています。I think to a large degree, Japan shut off in their development process, and there's it's not only the development process, it's more like a cultural thing. Like Japan, like the big concept of Japanese culture is like the beauty of hiding things or not like exposing everything. Like the form that's going to take and the logistics of how that all works out and stuff like that, I think is definitely going to be a challenge. だから要はダメだって言われてもいいって言われてもそれをちゃんと受け止められるクリエイター、そのためのソーシャルのシステムみたいなのをやっぱ構築することがゲーム作りとしてはすごい大切なのかな。まあもともとそういう気持ちでやってきたんで、僕自身はすごいやりやすい環境を与えられたなっていうふうに思ってます。このプロジェクトでは個人的な目標とか何かありますか？そうですね、いろんな目標ありますけど、やっぱりみんなをハッピーにしたいなっていうのが、ね、実はユーザーだけハッピーにしたいと思ってないです。クリエイターもハッピーにしたいですね。やっぱり過去一緒に作ってた仲間を集めたんで、みんながやっぱり笑顔でゲーム作れるものにしたいし、誰かが苦痛で顔を歪めてゲーム作るんではなくって、みんなハッピーに作れて、そしてそのハッピーな気分をユーザーに伝えて、ユーザーもこれ面白い、最高だって言わせるもの、そこにたどり着けたらいいな。そこには言うと今期の売り上げとか今期の利益とか株主に対してとかっていうの一切そこには存在しないんで、ユーザーさえ喜んで自分たちが喜べれば成功だから、いくら儲かるとかそれはその次でいいわけですよね。でもやっぱゲーム作りにおいて、いくら儲かるが先で自分たちの喜びは後っていう作り方じゃないものにできたら、それは一つの目標達成かなっていうふうに思います。Actually, I have a small present for all the fans who have been so supportive and who I've loved to be able to work with in the past. We would like to say again, this is not a Mega Man trailer, so do not get excited. We cannot emphasize that enough, but it's still something that I think you'll all be very happy with. これが私たちとファンの皆様の新作。マイティーナンバーナインです。ああでもないこうでもないっていうのは今始めてる最中で、キックスターターで夢を叶えましょう。
And again, in borrowing all your help and your assistance, we'd really love to kick off the page. It hasn't been started yet. We'd like to turn it on right here and do a bit of a countdown with you, okay? I would like to have Inafune-san press the beautiful green launch button. Mighty number 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Just $10, that's not enough. Come on. That's what I like to see. So, actually, I know we're all excited looking at the... Holy crap, that's fast. そうですね、クリエイターとして今までゲーム作ってきて、やっぱりゲームの本当にこう作ってる間って不安なんですよね。本当にこのゲームが受け入れられるのかなとか、売れるのかなとか、面白いのかなっていう、その不安を発表するまでずっとこうスタッフだけの判断でこうずっと進んでいかなきゃいけないっていうのがあって、でその中でやっぱりこういけそうだとか大丈夫かなとかと思いながら作っていくんだけど、これは一番最初の立ち上げの段階でユーザーにまずこのゲーム好きですかっていうことが聞けるっていうのはすごいありがたいことで、これこそがもしかすると未来のゲーム作りに一番大切なことかもしれないなっていうふうに本当に感じました。支持してくれるキャラクターであったりとかゲームであったりっていうのを持ってるクリエイターってそんなにいないですよね。だからすごく、ロックマンに対して、幸せを感じてるっていうかね、よくロックマンの生みの親ですよねとかロックマンのお父さんですよねとかって言われるんだけど、たまに言うのは逆ですと、ロックマンが私のゲームクリエイターとしての父ですと。だからすごくロックマンに対しては多分よくねナンバーワンファンだってアメリカに来るとねメガマンのナンバーワンファンだって言われるんだけど、いや違うよ俺がナンバーワンファンだって、はい、いつも思ってるんで、そういう意味では、大好きだと今でも、はい。Thank you.